ゆるしゃくさん、しゃくチャンネルのちゃむみです。たま、たけたです。今現在私のチャンネルに登録してくださっている方はサミに興味がある方とそこまでの方が半々ぐらいではないかと予想しています。なので今後も主に初心者向けにサメに関する情報を配信しつつ、今年はライブ配信や水族館オフ会やコラボ動画など周りとの交流ももっと増やせていけたらと思っています。あととあるグループにも入って同時に活動することにもなったので、詳細は来週あたりにお知らせします。私自身も皆様に恥じないようサメや魚に関して専門的な知識をもっと増やせるよう学習しますので、今後もどうぞよろしくお願いいたします。では、長くなりましたが、募集していた質問に答えていきます。面白い質問です。いずれサメを飼うのですか？ぷぷ？気持ちでは飼いたいです。でも、サメに限らず生き物を飼育するってあらゆる面で責任のあることですし、簡単には手は出せません。なので、今のところは未定です。質問です。チョケちゃんのネーミングの起源を教えてください。チョケくんは初期の動画で名前募集をして、視聴者さんが考えてくださったのですが、チョケてるからチョケという名前がつきました。イエーイ。質問は、いつからサメさんが好きになったのか。高校の時からです。サメオタってなかなかいないですよね。どうしてサメが好きになったんですか？高校の時、人見知りが激しいため友達ができず一人でいる姿と、サメが孤独に泳ぐ姿が自分と被ってサメが好きになりました。質問、普段はサメとは関係ない仕事されてるのですか？海洋系の学校の出身でもなく、全く関係のない仕事をしています。なので、サメについては完全に独学です。質問です。サメ側のわさびおろしは持っていますか？ありません。欲しいです。ネズミザメ目、メジロザメ目、天竺ザメ目、ツノザメ目、それぞれの中で特に好きなサメを教えてください。ネズミザメ目、ハジロザメ、メジロザメ目、イタチザメ、天竺ザメ目、トラスザメ、ツノザメ目、アブラツノザメ。お気に入りのサメやお気に入りの水族館を教えてください。またおとなしいサメは何を食べて暮らしているんですか？気になります。ホジロザメが一番です。ただ凶暴なサメに惹かれがちですが、サメであれば何でも好きです。関西なのでよく行くのは志摩水族館と海遊館、あとサメ好きなら一度は行ってるだろう、サメの種類が日本一の多いアクアパーク茨城県大洗の水族館です。代表的なものではジンベエザメが有名ですが、皆さんご存知の通りプランクトンや小魚を捕食します。その他ドジザメやネコザメ、トラフザメなど水族館のタッチプールでも見かけるようなおとなしいサメは甲骨類や貝、小魚などを捕食していると言われてますね。お兄さんからの質問は、今まで見た映画の中でジャンル、邦画、洋画問わず好きな映画ベスト3を教えてください。それともう一つ、いわゆる怖いサメが出てくる数々のエンターテインメントのサメ映画はサメさんはどんな感想を持っているでしょうか？ショーシャンクの空に、ローマの休日、タイタニックです。サメ映画についてはサメの凶暴さを大げさに描かれている部分があり、偏見を持たれやすいと思います。でもサメの生態をある程度知った上で映画として見るなら楽しめると思います。シックスヘッドジョーズ、シャークナイトなんかもツッコミどころ満載ですが、それも含めて面白かったです。質問1、一番お気に入りの水族館は？質問2、嫌いなもの全部教えてください。質問3、最終的どうなりたいですか？スマ水族館です。カマキリ、プレッシャー、スピリチュアルな話。趣味としてやっていて専門家を目指しているわけでもないので、動画や交流を通してサメを今より身近に感じてもらえたらなという気持ちでやっています。動画の撮影時間はどれぐらいですか？効果音や声などはどんな風に入れてるの？サメのここが好きというポイントが知りたい。サメと付き合うとしたらどのサメ？理由も。今まで見たサメの中で一番レアなサメは？その時によりますが、早くても1時間以上はかかります。水族館となると長い時は開館から閉館までいます。パソコンの編集ソフトと携帯で録音やボイスチェンジャーなど複数のアプリを使用しています。たけくんの声はそのままです。無機質で凶暴さを秘めたような見た目と体の作りが単純だったり、ガラスのハートだったりと中身の繊細さのギャップです。憧れはやっぱりホジロザメですが、付き合うなら安定感があって協調性もあるアカシモクザメですかね。正直レアなサメが入ったと情報が入った時に間に合わなかったので今後に期待です。質問1、いつからサメが好きなのですか？2、好きサメトップ5を教えてください。3、見た中で面白かったサメ映画はありますか？高校の時からです。1番はホジロザメで、
あと並んで4つ、ツマグロとツマジロとイタチザメ、トラフザメです。サメ映画もっと詳しい方いると思うんですけど、私が今見た中ではジョーズ、ディープブルー、海底47メートルがベスト3に入ります。質問1、サメに生まれるとしたら何ザメがいいですか？質問2、サメグッズで欲しかったけど手に入れられず悔やんでいるものはありますか？ジンベエザメです。好きなのはホジロザメですが、狩りするのがしんどいので悠々と海を泳ぎたいですね。ホジロザメの歯です。本物だと1本数万円します。だから質問、あえてバースデーはいつ？誕生日は12月のヤギ座です。年齢は皆さんが思われているよりおそらく5歳くらいは上かと思います。質問してくださった方々ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。次回は顔出しでコラボ動画をアップします。重大発表もあるのでお楽しみに。